はい、おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部風呂です。タモイのヒューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ちょっとなんかこう、すねってこう、なんかこねた感じで、はい、はい、まあそれでも今日はあの一通り言えたんで、はい、よしとしとこうかなと思うんですけど、はい、なんかね、今日ね、これもらったんですよ。お、新しい名刺ですか？新しいやつ、はい、はい、なんか、くれはったんですよ。いい感じに、うん、そうそうそう、ここにマテリアルって入ったんですね。入りましたね、ね、高橋さんの天ヶ崎の番組ですね、はい、ルートの中の対応ですね、はい、あちらの方に、このムービーズが入るマテリアル谷町が、はい、スポンサーでね CM 流してもらってます。はい、入ってますので、はい、まあ、皆さんまたね、機会あったらというか、毎週日曜日の、夜、8時半からですね、はい、FMII で、放送されてますので、はい、ぜひですね聞いていただければなと。はい、あの私も出ておりますので、はい、なんか知らんけど監督しか呼ばれないんで何監督とか何の監督とかよう分かるんですけど出てます。はい、はい、という感じなんですけどもちょっとね行ってきたんですよ、はい、この間。どちらに？場所で言うたらね、はい、道頓堀の端っこの方なんですけど、はい、あの、はい、とあるホテルで、はい、あの、とある人にお会いして取材させていただいて。取材を、はい、はいはいはい、いやもうね本当ね、あの、まあ、僕ぐらいの年代の人にとっては、はい、元ボクサーであり、おそして俳優でもあり、はい、もう映画も見てりゃそうドラマも見てるし、はいはいはい、なんやったら関西ローカルの番組の MC もやったはったし、はい、CM も出てますね。はい、でね、僕ね実はねそのね、はい、あの20数年前にやってた、はい、とある MBS でやってた、うん、いろいろ街歩きをするね、はいはいはい、芸人さんと2人で歩いて、はい、回ったはる番組の時僕実は1回出てるんですよ。あ、そうなんですか。あの僕の職場に来られたんです。来られて、へえ、で僕は直接取材されてるんです。僕の社長が取材されてる後ろに僕こうやって立ってたんですよ。はい、あ、じゃあ見てた。そうそうそう、ずっと見て、はいはい、で帰る間際にあの忍者絵柄出してんな一言声かけてもらってすれ違ったっていう経験がありまして、はいはいはい、いやもうなんかねその人に四半世紀ぶりぐらいですよね、だからね、うん、あ、すごいですね、でもね、うん、そうなんですよ。もうよく考えて俺四半世紀前あそこおってんのってちらっと思い出したりとかもしてたんですけど、はい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 、いや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 、なんかねその方に取材ができるっていうのは何やろうってすごいですね。ね、なんかねすごいね、あの嬉しかったですね、はいはい、でこのめったに緊張しない僕がちょっと緊張しましたね、やっぱ。はい、あの基本的に誰に会っても緊張しないって豪語してるんですけど、はいはい緊張しました。いや、ちょっと緊張しましたね、やっぱりね、うん、はいはい、まあ、誰かはちょっとあのすいません考えてください大体わかりましたね。まあ大体わかったと思います今のヒント、はい、相当、ね、元ボクサーで俳優になって、はいはいね、映画にも出てテレビドラマにも出て、はいはい、CM 出てありますからね。 CM ねこう見上げながら見上げる。そう、ね、僕フェイスブックにそのこと載せたら、はい、大きかったですかって、思ったより小さかったですかとか、なんかそういう質問が来てました。まあそのことについてはまたエンディングで、はい、はい、詳しく、あ、詳しく、はい、詳しく、あの、あ、どういうことなのかということをちょっと詳しくね、はいはい、お話しさせていただきたいなと思うんですけども、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、でですね、今日もこのプレゼンありかなしかで、はい、挑戦者の方来ていただいてます。割とね、そんな遠ないんですよ。場所です。ご近所までは言えないんですけど、はい、あの駅で2駅ぐらいみたいな感じですかね、はいはい、のところから来ていただいてるんですが、はい、女性です、はい、女性です。女性ですね、はい、もうね、あのおっさん座られるよりはやっぱり隣に女性座られた方が僕としては嬉しいですね、やっぱりね、はい、でもね、なかなかね、女性でこの仕事してらっしゃる方って、うん、 ね、そんなに多くないんじゃないかなと思うんですけど、まあその辺も含めて、はい、今日またちょっとお話を伺えたらなと思っています。はい、楽しみですね。はい、楽しみでございます。はい、まあごちゃごちゃ言わずにとりあえずお呼びしましょう。はい、はい、では瀬島さん、よろしくお願いします。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということなんですけども、はい、はい、もうなんかこの格好がね、すでにっていう感じですよね。はい、はい、まあ、あの、じゃあご自己紹介まずちょっと軽くしていただいてよろしいですか。はい、はい、皆さんおはようございます。こちら、はい千葉ビスポーク
こちらオーダーメイドのサロンを経営しております瀬島京子と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、オーダーメイドのスーツ、はい、でスーツっていう考え方でいいですかね。一応ね、そうですね、スーツシャツがメインになっていきます。はい、はいね、で、紳士服も婦人服もっていうことなんですよね。そうです、はい、まあまあ、なかなかでもさっきも言いましたけど、うんうん、このねテーラーさんとか、うん、あるいはそのスーツの、はい、まあ、お店っていうことになると、うんうん、まあ、大概なんかええ年のおっちゃんが出てくるっていうかそのイメージが、イメージ的にはそうですよね。そうですかね。だから女性が出てくるっていうこと自体も少ないと思うんですけど、はい、まだちょっと少なめかもしれない、ね、はい、ただほら例えばその百貨店とかね、はい、のスーツコーナーとか行きゃ、うん、まあ、女性の販売員の方がいらっしゃったり、はい、あるいはそのテーラーさんとかでもね、はい、最近女性の店員さんとかもいらっしゃったりするとは思うんですけど、うん、はい、自分で店舗構えてらっしゃる女性って少ないんちゃうかなと思うんですけど。そうかもしれません、はい、ね、ちょっとずつは増えてきてると思うんですけど、はいはい、まだまだ少ないかなと思います。ね、そうですよね。なんかイメージとしてはそんなそのスーツ、ダンス、まあ、男性だけじゃないにしても、はい、スーツをまあ販売というか、うんうん、されてる、うん、お店を女性がやってらっしゃるというのは、はい、イメージとしては僕の中であんま少ないなと思います。そうですね、はい、はい、いやだからなんかまあその辺のことも含めてね、はい、いろいろお聞きできたらなと思うんですけども、今日は、はい、趣旨はお分かりいただいてお越しいただいてるんですよね。はい、プレゼン。そうです、このプレゼンありかなしかで10分間プレゼンをしていただいて、はい、判定員が丸か×かを、はい、出しまして、はい、丸だったらうわっ、はい、ということなんですけども、はい、×だったら、はい、モザイクがかかる、かかって、声がボイス調査で変えられちゃうという、はいはい、消えちゃうんですよね。いや消えません、消えません、いるんです、いるんです、いるんですけど、いるけどモザイクモザイクがかかっててなんかガチャシーンみたいななんか、はい、なんか変な声に変わってるみたいな。それもでも美味しいからそう、あのね関西人の方ねこれね美味しいと言ってくれるのが僕は嬉しいんですけどねあの初のね、はい、それもそうなんですよ、まだ出てないんですよ。出てないって聞いたから、はい、それになったらそれはそれで美味しいから。いや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 、ぜひ、あの意外とね女性がね初を狙おうとすることが多いんですけどはい、ぜひいろんなことを狙って今日はプレゼンをしていただければと思うんですけど、今日のプレゼンは、はい、じゃあもうこの、お店のことについてという感じですか。そうですね、はい、お店のお話と、はい、自分のお話とちょっと、あ、そうですね、はい、はい、していただきたいと思います。はい、わかりました。では、まずは、判定員の皆さん、お入りください。よろしくお願いします。はい、準備はいいですか。後ろ、はい、はい、そう、これね持ったらねやりたくなるんですよやりたく、私もしたはい、ということで、はい、準備よろしいでしょうか。はい、はい、あ、今日タイムキープそれではいはい、ドキドキ、はい、それでは、はい、いきますよ。はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では改めてこちら大阪市中央区淡路町にある千葉ビルディングというですね、はいはい、1925年に建てられた登録有形文化財の一室で、あのオーダーメイドのサロンをこの1月にオープンをしたばかりになります。はい、これも出来たてのほやほやのパンフレットにはい、はい、なるんですけど、はい、こちら開いていただくとちょっとお店のイメージが、はい、わかるような感じになっています。はい、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 こちらはあのオーダーメイドのスーツやシャツを、販売をしているんですけれども、ただビスポークっていうのがですね、ビースポークン、はい、はい、が受けたまわる、あ、なるほど、はい、お話を聞くのそこから対話するというのを語源としたイギリス英語になってまして、オーダーメイドのことを指すんです。はいはいはい、はい、でそのビスポークというのをすごく大事にしたいなということで、もう店名にも付けさせてもらいました。はい、はい、で千葉っていうのもあの今でも繊維商社がすごく多くてですね、はいはい、繊維の町として有名でして、うんうん、まあ、千葉ビルディングもすごく歴史のあるところでもありますし、うん、その千葉という場所とあとビスポークの対話を大事にしたいという意味を込めて千葉ビスポークという名前にさせていただきました。はい、はい、この間ね行かせてもらったんですけどね、はい、千葉ビルディング、はい、いやーやっぱいいですね。ありがとうございます。いや本当にあの歴史ある建物っていうか、その、はい、なんて言うんでしょうね、オールドなんですけど、うんうん、それがすごいおしゃれなんですよね。
そうですね、ね、それが気に入ってます。うん、だからやっぱり1920何年に経ったっていうのが分かるような古さを醸し出せるんですけど、うんうんうん、でも古いだけじゃないんですよね。雰囲気が、ね、雰囲気がすごくあって中庭があって、うん、そうなんですよ。吹き抜けの、はい、面白いのが、あの、うん、全部部屋がこう外側にあるっていう感じで、うん、中庭がくり抜かれてるんですよ、うん、でこれが全部吹き抜けになってて、うん、階段で外からこう上がっていってぐるぐる回るみたいな、うん、そんな形になってるんですよね。多分僕が撮った写真がこの辺に出てると思います。ありがとうございます。はい、だからあのビルを見るだけでもすごく価値があると思います。まあだからそこでね、ビスポーク、はい、いろいろと対話をして、うんうん、相手の、ニーズをこう掘り起こしていくというか、うんうんうん、いうことなんですよね。はいはい、こうコンセプトというか、あれは、まあ、スーツを売らないスーツ屋さんっていう感じかなという気がしてまして、私はこうスーツを売ってるつもりはなくて、その人のこうスタイル、どうなりたいかとか理想の形とかっていうのを、私はまあマイスタイルってお呼びしてるんですけれども、自分のスタイルを一緒に作っていく場所だと思っています。まあ、そうですよね。そのまあビジネスでも何でもそうですけど、基本こう、ファッションというのは、はい、ある意味その人の人柄を表すというか、うんうんうん、一番最初に分かってもらえる、うん、そのメッセージが込められている部分があるんですよね。そうです ね、だからそのパリッとしてるのか、はい、それともおしゃれな感じにしてるのか、うんうん、その崩れてるように見えるんだけど、うんうん、実はしっかりしてるみたいなところをどうその演出するかっていうのは、やっぱりそのファッションの着こなしの部分とか、うんうん、何を選ぶかみたいなところって出てくると思うんですよね。そうですね、はい、まさに私あの前職が金融関係で秘書をしてまして、ね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。そこからの4年間ぐらい老舗のテイラーで修行させていただいて、今回こう独立したんですけど、そのやっぱり前職とか、その前も人材派遣会社にいたりとかで、やっぱ多くの人を見てきて、うん、すごく見た目で損してるなというか、もったいないなって思うことが本当に多かったんですね。はい、でお話をしてその人のことをよく知ればすごくいい人だっていうのは本当にわかるんですけど、パッと見た印象って、だって第一印象ってどれぐらいで決まるかご存知ですか？3秒ぐらいで決まるんですよね。そうです、そうです、ね、はい、まさに、はい、あの一般的に言われてるのが2秒から10秒ぐらいでやっぱり言われたりとかしていて、はいはい、もうやっぱり印象は一瞬で決まってしまうっていうのもあって、だから悪いよりはいい方がいいよねって、特に、まあ、ビジネスの上ではその私服でね、どんな格好をするのも自由だと思うんですけど、うん、お仕事っていうのは相手がいることなので、そういうところではなんかちょっともったいないなっていうふうに思ってました。だからあのもともと大学を出てからアパレルの関係はいてたんですけど、はい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 、結婚出産を機に辞めて、だからもうまさか自分がファッション関係にまた戻るとは、はい、戻るとは全然思っていなかったんです、うんうん、でもなんか自分はファッションが好きなので、でもアパレルって言っても別にスーツの方じゃなかったんですよね、はいはい、そうですね、レディースのキャリアブランドだったんで、はいはいはい、でもスーツとか持っていはいましたし、うん、その時にやっぱりこうサイズで困ってる人が本当に多かったんですよ。なるほど。で規制でお客様が増えれば増えるほど、こう既製服の限界を結構感じるようになってて、うんうん、ものすごく限界感じるんですね、はい、やっぱりこう本当にそれがやっぱ辛くてですね、なんかお客様が、うん、あかんかったわってなってしまうのが、はいはい、それもすごく心に残ってたと思います。で自分もファッションはずっと好き で前職のその私の上司だった方が、はい、瀬島さんそんなにファッションが好きだったら自分でそれを仕事にしてみたらって言われたんですよ。ほー、すごいな。そんなこと考えたこともなかったんです、うん、ずっとサラリーマンだったから、はい、自分で起業するなんていう発想がなくって、はいはい、てかそれを勧めた上司の方もすごいですね。最初この人冗談で言ってるからでも結構何度も言うんですよ、はいはい、だからちょっと考えるじゃないですか、はいはい、言われたのは、うん、あなたのセンスでみんなをかっこよくしてあげたらって言われたんですよ。なるほど。でそれがすごい刺さったんですよ。あ、それめちゃくちゃやってみたいかもって、みんなもったいないなって、もっと良くなるのになってすごく思ってたから、あ、それできたらすごくいいなって思ったんですよ。3分前、はい、でそれで、でもその時まだ
子供も小学校低学年、私2人娘がいるんですけど、はいはい、幼稚園児と小学生とかで、そんなまさか自分で起業なんて無理って思ってて、はい、でそんなこんなで1年ぐらい経って時に、はい、母が亡くなったんです。で66歳だったんですけど、はいはい、まだ若いですね。そうなんですよ、うん、で分かった時には本当にステージ4とかで、あっという間だったんです。4ヶ月だったんですよ。でやっぱり衝撃でそれは、はい、そうですね、はい、人生はやっぱ意外と短いというか、ね、やりたいことをやらないとあかんなって思ってですね、それが一念発起したきっかけだと思います、はい、そこからその前職を続けながら、ご紹介いただいた老舗のテーラーさんで勉強もさせてもらいながらっていう感じでスタートして、うんうん、で今丸5年ぐらいこの業界に入って丸5年ぐらいで、はいはいはい、でこの1月に独立をして、いやしかしでもそれでもね、それでもね、はい、そのこの1月ってことですよ、はいはい、この1月ですよ、はい、もうコロナで、はい、もうみんな店閉じていってるとか言って、うん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 、もう倒産やら何やら増えてるっていう、うん、しかもリモートワークが増えてるからスーツいらへんでみたいなことを言われてるこの世の中で1月です、うんうん、でまた 第2回目のね、うん、緊急事態宣言や何や言うてる時に、うんうんうん、ようオープンしましたねスーツのお店を。でもやっぱりオフラインにオンライン全盛で本当に人と会うことができなくなった時に逆に思ったんです。私はリアルで人と会いたいんだって、なるほど、それを大事にしたい、こういう感じでこういう裏地、これ面白いんですよこれ面白いんですよ。ちょっとで記事とかもたくさんあるんですけど、はい、そういうことをこの肌触りとかね、触ってみないと分かんないですもんね。この感覚とか、はい、そういうのをリアルで皆さんと会って感じれる場所を作りたいって思ったのが逆にきっかけかもしれないなって思います。なるほど、だからコロナでそれが逆に実現したっていうことかもしれません、うん、なるほど、はい、はあ、30秒なんかね、はい、もうね本当に瀬島さんにスタイルアップしてほしいなみたいな気持ちにはなってきてるんですけど、その前にスタイルアップしましょう。スタイルアップしてください。皆さんいろいろこういうのもできますから、はい、そうこれすごいんですよねこういう風にファッションは楽しいので、はい、皆さんいろいろチャレンジしてみてください。はい、はい、ということで千葉ビスポークの瀬島京子さんでした。ありがとうございます、はい、やったまとまった。いやもう途中でねどうなるかなドキドキしてたんですよ。そうでしょう、結構広げたんでしょ。いやていうかね序盤であれテンポ良くないぞとか思ってて大丈夫かなとか思っててんけどそうそう、とりあえずなんか水撒いてみようとりあえずなんとかもまとまってよかったです。はい、なんか後ろでねキラキラやってますね。はい、ということでオンラインオフラインね、うん、やっぱ今の時代ってそういうのってすごいあるじゃないですか、はい、でどうしても今人と会っちゃいけないって言われちゃうんで、うんうん、オンラインが多いんですけどね、うんうん、でもオフラインだからこそできることっていうものにはやっぱ価値が高いですからね、うん、そう思ってますね、はい、そこを、これからですね、はい、千葉ビルディングの2階なんですよね、はい、2階にあります千葉ビスポークの方で、はい、どんどんいろんな人にね、うん、プレゼンしていっていただければなと思うんですけども、はい、ではとりあえず判定いきますか、まずはね、はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定、はい、丸3ついただきました。ありがとうございます。はい、今週も、愛にあふれた、マテリアルからお送りしておりますもう先週は絶対罰出るやろ思ってたけど、みんな丸出しとったから、あれ以来愛があふれてるなと思ってたんですけどいやでも本当ね大変だと思うんですけどね、はい、お店を今やるっていうこと自体がものすごい大変なことだと思うんですけど、でもだからこそそこに、活路を見出してやってらっしゃる瀬島さんのところにはまあ逆に人が集まってくるんだろうなと、思うんですけども、はい、ぜひ一回ですね千葉ビルディングに遊びに行くつもりで、そうですね、本当にまさに、はい、お茶しに行くぐらいのつもりで、はい、寄っていただいたら本当にすごいね、実はすごいなんか空間もね面白いんですよ。これ中の内装がねこうなってるんですけどね、はい、
これがあれなんですよね、大工さんが作ったやつなんですね。だからオーダーメイドで作られたテーブルがあるんですよ、はい、あの木のやつね、はい、やつがあるんですよ。だからそういうところで座りながらちょっとね、はい、おしゃべりをしに行くみたいな。まずはビスポークですね。ビスポークですね、はいはい、イギリス英語やったね一つ賢くなった、はい、はい、ということで、今日は、瀬島京子さん、はい、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた後ろの方でね、はい、見ておいていただければと思います。はい、じゃあ、あゆみ、はい、はい、はい、おはようございます。おはようございます、はい、はい、お店の情報を、はい、持ってきました。持ってきた？ほんまに。持ってない。ないんです。YouTube をね、毎朝配信しております。その中でね、ちょっと最近さ、ちょっと YouTube の番組ちょっとおざなりになってないか？なってないですよ。なってない、なってない。なってないか？なんか。なってないですよ。俺ちょっともうちょっとこういろんな種類の。いろんな種類の。そうなんだ。が聞けるかなと思っててんけど、なんか最近なんか一緒になってない、なんか。いやいや、ちょっとロングバージョンとかショートバージョンとかいろいろ変えてますよ。へえ。そうなんだ。みたいな感じで、はい、いろいろね、楽しみ、はいはい、ちょっとちょいちょい俺やっぱりいじっていかないかなと思って。そうですね、見てください最近見ながら思ってるんですよ。はい、はい、はい、まあ、LMS の商品 と、はいはい、ブランスタイリストさんの、はい、コラボ、はい、コラボじゃないですね、セット商品で、はい、今週のピックアップ商品っていうので5000円まとめて、はい、ね、しておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、一応前回、はい、前回の時に、あ、そうですよ、そう、前回のやつを見た後で先着3名様まで、はい、この番組 T シャツプレゼントっていう、はい、M サイズと、L サイズと XL がありますので、はい、はい、先着で早もん勝ちなんで、はい、希望のサイズをとりあえず書いて送っていただければ、そうですね、はい、メンズサイズですけどね、はい、メンズサイズですけど、ね、線もこれ切れますかね、はい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 、そうです、はい、なので、はい、はい、ぜひですね、でも今週の人もう終わってたらごめんね、先着さんで売り切れてるからさそうなんです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ帰りますはい、高橋さん、はい、はい、おはようございます。シネマコミケーター高橋です。シネマというのコーナーでございますが、はい、はい、では、はい、オーダーしてください映画ね、はい、ねね、オーダー、いや、ビスポークやからいろいろ話してない、いや、もうそんな引き出してからでね、今日ね、せっかくまあそれオーダーをね、はい、ええと思ってね、はい、オーダー星野源で持ってきたんですけどね。おお、そうですよね、僕がこれね、奥さんのガッキーの方でこう来てます、ね、でもね、罪の声じゃないんですよ。ああ、罪の声じゃない、罪の声やったらあれね、はい、スーツ仕立て屋さんの、ね、そうですね、役やったんですよね、はい、そうそうそう、何を思いますか、関西弁でね、はい、では今日は星野源さんのこれは、はい、初主演作ですかね、そうですね、これね、はい、箱入り息子の恋ということで、2013年の6月8日公開で、これ日本アカデミー賞の新人俳優賞、これとまあ地獄で、はい、なぜ悪いと、まあ、大体一緒の時にやった作品でございますけどね、はいはい、これ、監督は市井正秀監督で、春近っていうのはね、はい、橋本環奈が見たのかと思って、はいはいはい、私は好きなんですけどね、あるんですけど、まあ、これ35歳で真面目なこの役所で勤めてる星野源さん、はいはいはい、そして目が不自由な加護さんが、まあ、恋に落ちるっていう物語でございますね、はいはい、35歳で童貞っていう役でございますね。あ、多いですね、そういう役ね。でもね、星野源さん多分これで前はもう童貞卒業したんですよね。この後この後その俳優としてね、はいはいはい、プライベートしてます。いや、知らん知らん知らん、多分このが超えてから割合そういう恋愛もんがなくなりましたね、どっちかというとね。あ、だから、まあ、罪の声も、まあ、家庭持ってる役ですね、はいはいはい、なんかこれがなんか終わりかなと、ね、だからこれカオさんとね、我々仲良かったんで、カオさんと結婚しても良かったんちゃうかなと思いますよね。まあ、映画はね、映画は言うても、うん、期間が限られてるんで、うん、はい、ドラマの方が長いし、ものすごい時間一緒におる時間多いですからね、はい、これはだから、まあ、そのちょっと目の不自由さと、はいはい、まあ、この恋に、奥手の、はい、まあ、2人の、はい、だから、まあ、すぐにはうまいこといかないですよね。なるほど。で、また家族もね、またどっちもが心配してるわけですから、はい、結婚できるのかなっていう、そのお互いの状況に、はい、まあ、その辺が絡んで、お互いの両決との、はい、やりとりも面白いということでございますね。ぜひどうも見ていただきたいと思います。はい、星野源の主演作です。はい。はい、あらガッキーの方がね、あんまりね、私好きな映画がなくて、あ、まだ持ってきますけど、それはもう力が入らないので、はいはい、まだよかったらオーダーしていただきたいと思います。はい。はい、はい、そしてこの人は、年をオーダーしたんではないでしょうか。はい。理科、自称28歳の
純愛モンスターということで、これは新作でございます、はい。今月6月18日金曜日から全国ロードショーでございますよ。これドラマだったんですね。そうなんです、知らなかった。ドラマこれはね、あやいの方で話させてもらった時に、はい、監督も、はい、あゆみさんも知ってて、はい、私が知らなくて、はい、そうそうそう、非常に面白くて、はい、でもただ、はい、シリーズ2の最終回の後からの話、はい、後ですね、はい、だから映画の冒頭でそのテレビシリーズのザーっていうね、まあそのまあ、犯罪歴ですよね、はいはい、が流れますよね、はい、で今回はその、呼び出して、捕まえようじゃないかということで、警察が立ち上がるんですけど、はいはい、まあ、市原隼人さんが、はい、まあ、その出会い系アプリで、はい、こう会っていこうということでございますけどね、もともと高橋さんは魔性の女でございますから、はいはい、この理科も魔性の女でね、はい、溺れてしまうということで、はい、そこで、まあ、好きな、同僚の女の人、そして、その女の人の先輩とかが出てきてやり取りをするということでございますね、はいはい、このモンスターの意味が分からなかったんですけどね最後の方ですごい、いやもうね、やばいですこの人ドラマでもあれやばかった、やばかったです、やばかったです、飛んだりしたんですか、ね、はい、うん、飛んだり走ったりめっちゃすごかったです、あ、それ知らなかった、私は喜んで、最初は出てないんですよ、だんだんじわじわ出てくるんですよ、だからそれがないと、そう、飛ばへんと絶対ここにはつかないよねとか、あ、なるほどね、普通の歩き方では絶対ここにこの時間ではたどり着かないよねみたいな、これはやっぱりちょっとまあ続編ですけど、やっぱり総集編という形で見てもらっていいかなと、はい、ね、はいはい、なんか映画見てすごい面白かったんですけど、うん、横編全部映ってるやんと、ね、思ったんで、ね、今監督の話聞いたらもうテレビでもまあやってるんですよね、はい、やってた感じですね、はい、でございます、これは、まあ、作品がいろいろ去年今年でいろいろどんな映画に出てる方が我々出てますね、でこれは市原隼人さんその出てますけどね、はい、これこの3本市原と最近ヤクザと家族、太陽は動かない、そしてこの理科なんですけどね、これ共通点ありますから、ね、見ていただく、見たら何が言いたいかというのが分かりますね、はい、ぜひともご覧いただきたいと思います、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、まあ今日はですね、瀬島さん来ていただいたんですけど、はい、どうでしたこの番組出てみて、こんな感じでした。テンポいいなと思って。はい、あ、でも良かったです。はい、すごいと思います。良かった良かった。テンポ悪い言われたらどうしようかなっていうところなんですけど、はい、テンポ良かったやったら良かったです。はい、それでですね、オープニングの時に、そうですね、はい、言ってなかった、はい、誰の取材をしたのかという話なんですけど、はい、これ赤井秀和さんですね。はい、はい、僕だから二十数年前に何はともあれ赤井秀和に、はいはいはい、チラッとだけ出てる、チラッとだけだから誰こいつみたいな感じなんですけど。もうあまりにも若すぎて今とは分からないくらいの感じかもしれないですけど、まあまあで、実はですね赤井さんが、まあ、ダブル主演で、はい、今の「ひとくず」っていう映画の、ね、うん、主演と監督をされて、まあ、脚本監督をされている、はい、上西雄大さんとダブル主演でですね、ネバーギバー新世界という映画を、この7月ですね公開されるんですけども、まあ、実はそれの、映画の取材ということで、はい、インタビューを、赤井さんと上西監督お二人にちょっとさせていただいたという感じなんですよね、はい、でまあ私はもう本当になにわのロッキー時代から知ってる赤井秀和ファンだったりとかするのでめちゃくちゃ緊張しながらいろんな話を聞いてきました、はいはい、でおそらくそうやったんですかみたいな話が出てくるんで、ぜひですねそれを来週、はいはい、プレゼンで聞いていただこうと思います。いいですね。私がちゃんと取材できてるかどうかというプレゼン。はい、そっちです、ね。そういう感じで、はい、見ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひ、皆さんもですね、また来週ですね、はい、続けて、ご覧いただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いしますね。はい、ということで、もう時間パンパンになってきましたんで、そろそろ今日は終わりたいと思います、今週どうもありがとうございました、また来週、ありがとうございました。